プレセボの2017年のニューモデル、はいはい、発表します。発表お願いします。はい、モデル名が何ですか。これはエルディアブロプラス。またプラスしちゃったんですね。はい、これね、何がプラスされてるか今からご説明します。教えてくれるんですか。まずですね、デザインですね。今までのコンクエストエルディアブロというモデルがあったんですけれども、ありましたよね。はい、そのモデルをさらに早く、さらに動くように、その2つの機能がプラスされたモデルです。早くて動きます。はい、まずこれはですね、デザインによってそのことが実現したんですけど、そのデザインですね、まず見てください。ここですね、はい、エレベーターウィング、それから、2チャンネル、センターフィンの真ん中にチャンネルが入ってます。このチャンネルはメイヒムがいろんなモデルで今年採用しているモデルな、チャンネルなんですけれども、昔のチャンネルと違って深くないんですね。昔のチャンネルっていうのは、フィンのラインにまっすぐついていて、どうしても波の面のいい時には、機能したんですけれども、波の、面が荒れてる時なんかにはちょっと引っかかっちゃったりする。なんかよくそう言いますよね。そうですね。そういったことがないように、フィンとフィンの間を通っていて、角度が斜めになっていて浅いんですね。でテールを浮かす機能、それと直進性をよりスピード性ですね、出せるように、スピードが出るようについてるモデルです。ついてるデザインです。はい、で、直進性が良くなってしまったので、今度動かなくならないようにエレベーターウィングを追加して、左右の動き、これをしやすくしてあるんですね。はい、これがコンクエストエルディアブロプラス。はい、より反応が良くなったんですね。そうです、早く動くようになった、プラスされたモデルですね。はい、かっこいいですよ、このデザイン見てください。はい、で、テールのエリアもそれに伴ってちょっとスカッシュの部分が細くなってます。ね、なりましたよね。はい、細くなってます。はい、よりこう動かしやすいのと、あと、まあ、テールが浮いてくれるので沈まないので細くすることができたんですね。はい、ですからもうよりもっとこうリップの練習なんかも、ね、しやすいんで、ぜひ試してみてください。さすがです。はい、皆さんこのプラスモデル、はい、これはちょっと欲しいですね。そうですね。またゴブリンもね、人気なんですけれども、さらにこのね、ハイパーカーボンね、ゴブリンのハイパーカーボンニューバージョン。やっちゃいましたね。はい、これいいですよ。もう乗り味はこれ抜群なんで、よりスピード、跳ね上げが強くなってスピードが出るようになりましたので、まあ、プレセボ市場、今までで一番フレックスがいいですね。いろいろ私も試したんですけれども、自信を持ってお勧めできます。フレックスライトハイパー、かっこいいです。で、ね、波待ちしてるとこの辺がね出てかっこいいんですよ。おしゃれですね。、はい、さすがです。でも皆さん、はい、今まで体感したことのないフレックスを、はい、すごいな、かっこいいですよ。デザインも、はい、そして限定モデル、はい、フレックスライトリミテッド、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。